で、まあ、そういう感想になるっていうのはわかるんですよね。で、それをまたちょっと一つフェーズを落として考えると、やっぱり、主催者側と受講者側っていうこの関係性になってたってことなんですよね。じゃあ、これが一体どうなったらいいのかっていうと、途中になってしまって申し訳ないです。タルでビール飲んでみたいな感じでね。こっからなんかめっちゃ垂れてくる。バイキングが教えるチームビルディングとか。血肉でしかないでしょ、ね。セミナーキングからセミナーバイキング。セミナーバイキングみたいな。あ、セミナーバイキング。とりあえず駆けつけバイみたいなね。キャラ取ってます。で、なんかね、どこかのあのおじさんみたいにあの。